ケー。行きやすくさせるためのこの一つのコツです。メッシとかモドリッチとか使ってます。キックのバリエーションを増やして状況に合わせて使い分けるっていう、カーブロングキックの上達につながると思うので。ドリブル特化型サッカースクールレガテドリブル塾、全国に拡大中です。スクール生もレガテでコーチをやってみたい方もまだまだ募集しております。詳しくは概要欄のホームページリンクからご覧ください。皆さんこんにちは、レガテドリブル塾です。今日はですね、カーブロングキックの蹴り方をやっていきたいと思います。基本的にロングキックって、まあ、ストレートで飛ばしたりすることが多いんですけど、カーブで届けるパターンもあるので今日はそれをやっていこうと思います。コメントもたくさんあったので今日はそれにお答えする形でやっていこうと思います。この動画を見てコツとかしっかり押さえて練習すればすぐ蹴れるようになると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。それではやっていきましょう。はい、ということで早速カーブロングキックやっていきたいと思います。まず今日僕が解説するカーブロングキックっていうのは、フリーキックとかみたいにカーブをかけようとしてカーブがかかるっていうよりは、ふわっと浮かせて自然にカーブがかかるようなイメージです。よく使われるストレートなロングキックだと、こうやってインステップでまっすぐ蹴るやり方が多いですね。このカーブロングキック、逆サイドから逆サイドみたいな、そういうボールには向いてません。例えばこういうまっすぐなボールだと味方に早く届くし、滞空時間が長いふわっとしたボールだと味方に届くまでが遅い。逆にカーブロングキックっていうのは少し前にスペースがあってあそこに入り込むときとか、その分味方選手が走ったりする時間ができる。こういう感じで少しふわっとさせて味方の前のスペースに落とすように。これがじゃあストレートだと、なるべく足元に早く届けるみたいな。基本的にロングキックはインステップで蹴るようにするんですけど、このカーブロングキックはもう一つの球種的な意味合いで、キックのバリエーションを増やして状況に合わせて使い分けるっていうような、滞空時間長くして味方選手の上がりを待つ時間にする。受け手だけじゃなくて他の選手も含めて。そのための条件としては、浮いてる間に相手のプレッシャーを味方選手が受けないこと。完全にドフリーとか逆サイドがフリーとかの時にこういうのをメッシとかモドリッチとか使ってます。次に蹴り方をやっていきたいと思います。まずさっきストレート系はインステップを使ったんですけど、カーブ系はこの辺り、親指の付け根あたりで蹴ります。インステップだと真ん中を弾くんですけど、カーブ系ロングキックでいくと親指の内側、インフロントの部分をちょっと右下にこうやって引っ掛けるような、擦るってよりは下に潜り込ませるような感じで蹴ってます。あまり擦ろうとしすぎると手前でボールが落ちて相手に取られることになったりするんで、擦るってよりはインフロントでこうやって軽く引っ掛けるだけでボールは浮いてくれるので、インフロント部分をボールの下に潜り込ませて蹴るようなイメージです。メッシの蹴り方とか見たら分かるんですけど、蹴った後に軸足もう少し前に蹴った後に軽くジャンプさせてるんですよ。ジャンプさせるようにすると軸足をこうやって置いたまんまにする時と比べてボールに対してふわっと感を与えられる。浮きやすくさせるためのこの一つのコツです。もう一つが、蹴った後の足裏を前に見せる。前の人が自分の蹴った足の足裏が見えるような感じでフォロースルーをすると浮きやすくなります。蹴り足のフォロースルーの違いを見てみると、この違いが大きくあります。あとインステップだと結構体をかぶせるような蹴り方いけるんですけど、これがカーブ系になるとかぶせすぎるっていうよりは上半身はまっすぐしておくみたいな、あんまりボールにかぶせすぎるとボールがふわっと浮かなくなるんで、上半身は少しまっすぐした状態で蹴るとうまくいくと思います。という感じで今言ったポイントを押さえて、ぜひ皆さんもカーブロングキックチャレンジしてみてください。1番は蹴る位置を親指の内側、インフロント部分を使うってことと、ボールは擦らず引っ掛ける、下の方に引っ掛ける、軸足は蹴った後少し前の方に少しジャンプさせるイメージで浮かせる、蹴った後の足は最後足裏を前に向けるような感じでフォローするっていうのを意識するとカーブロングキックの上達につながると思うので、ぜひやってみてください。は
はい、いかがだったでしょうか。以上がカーブロングキックの蹴り方でした。でもあくまでロングキックの基本ってインステップで蹴るストレートのロングキック、この蹴り方もレガテのチャンネルに載ってるので、ぜひロングキックレガテって検索してこちらもチェックしてみてほしいんですけど、カーブロングキック中盤の選手、キックを得意にしたい選手にとってはこういう球種も持っておくといろんな状況によって使い分けられると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。ということで今日この動画が良かった、面白かったと思ったりしたら、ぜひグッドボタンの方とチャンネル登録のまだの方、ぜひチャンネル登録のもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.